皆さんこんにちは、ワタリフィルピージです。今回はコンパチヒーローシリーズプロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。ヘリオス要塞に入ってきたところなんですが、シーブックがいるので話しかけてみましょう。ようやく追いつきましたよ。シーブック無事だったか。ああ、バーワクーで早田さんたちが頑張っています。それに光の国エウゴ、ライダー連邦の三国がネオアクシスに対して大攻勢に出ました。今がチャンスです。これでまたシーブックがパーティーに加わりましたね。では進んでいきましょう。前回マクベを倒して手に入れたキーを使って中へ入ります。ダン、とうとうここまで来たな。一気に行っちまおうぜ。どうやらゼウスの A グループはこの要塞に侵入したようだ。 A グループ、B グループっていう呼び方してますよね。ここからじゃあシロッコやヤプル星人たちとさらにシャドウムーンも含めて戦うことになりそうですね。ではさらに進んでいきたいと思います。ヘリオス要塞進んでいるんですが、ウルトラマンキングがいますね。話しかけてみましょう。導かれてきたかセブンよ。ウルトラマンキング、シャオヤンの老人から聞きました。僕に渡すものがある。でもこの戦いはお前たちにとって苦しい戦いになる。だがそれを乗り越えねばならぬのだ。お前たち自身の力でな。セブンよ、お前にこれを授ける。だが夢忘れば力とはモロハの剣であること。これは伝説のキングマントのキングブレスレット手に入れたんだな。早速装備したいと思います。ぴょんと、コスモブレスレットに M87 マントをつけてるんですけど、キングブレスレットめちゃくちゃ攻撃力上がるな。防御力もすごい上がる。これは大きいですね。キングブレスレットとキングマントを手に入れました。ではさらに進んでいきましょう。文字が彫ってある。何時が望み叶え。点点点。なんだろう。これ、攻略サイトによると、この後ですね、今入ってるシーブックに代わって、まさきかシューが仲間に入るみたいですね。なので、このイベントをこなして、さらに先に進みます。うん。いた。シュー。親、また会いましたね。シュー、どうしてまたここに？それが困った人に追われてましたね。私のことを伝説の魔王だとこ言ってしつこく追ってくるんです。いい加減、うんざりです。そうだ、もう一度あなた方とご一緒させてもらえませんか。彼の目を欺くにはちょうど良さそうです。ということで、シーブックが抜けましたね。シューのステータスが99に上がってる。これは強いぞ。ヒットポイントが9490、テクニカルポイントも4500ですね。これはシーブックよりも明らかにいいな。そのシューなんですけど、どれほど強いかちょっと見ておきましょうか。まあ、全体攻撃して、一旦どれほどの威力か見ます。強え。これは強い。なんか今までのシーブックより2倍も3倍も強くなっているような、そんな感じですね。心強い感じがします。通常攻撃も強い。他のメンバーの倍ぐらいの攻撃力持ってますね。さすがレベル99。アルパージールが出てきた。これ初めて出てくる敵だな。ちょっと警戒しましょう。あ、せっかくなんでテクニカルポイントも、まあ少し余裕があるので、必殺技も織り交ぜます。硬い。攻撃力も、それなりにありそうですね。
アルパージール割りテクニカルカプセル持ってました。結構大きいですね。なんか看護師さんみたいのがいる。これ回復してくれるみたいですね。さらにアイテムも買える。これは大きいな。薬。テクニカルカプセル2。まあ、4万、ちょっと割高ですけど、これは買いましょう。あ、今手持ちいっぱいか。リライブカプセルマックスも持っていきます。こんなもんかな。結構大きいですね。こんだけくれるとなると。こんなところで一人何してんだって話ですけどね。では、アイテム補充したので先に進みまーす。レベル99の仲間が加わったことによって、敵の殲滅がむちゃくちゃ楽になりましたね。特にこのスプリットミサイルがすごく強力なので、敵の殲滅も早いし、まあ、結果的にレベルもめちゃくちゃ上がってってます。このままレベルも上げつつダンジョンを攻略していきましょう。なんかボス戦に入りそうですね。ちょっとここから気合い入れていきましょう。ヤプー、来たかゼウス。貴様らに我らの計画を邪魔させるわけにはいかん。ここで死んでもらう。特にウルトラセブン。貴様ら、ウルトラ族には積もる恨みがある。セブン、貴様のためにとっておきのプレゼントを用意しておいたぞ。こいつの手にかかって死ねることを幸せに思え、来い、強化バードン。ということで、最初は強化バードンとの戦いですね。強いは強かったですけども、今の自分のレベルだと大したことないんじゃないかな。まあ、全力で行くのはちょっとどうかなと思うので、最初はテクニカルポイント温存しながら行きましょう。いきなりね、使い切ってこの後、連戦になると思うので、テクニカルポイントが不足すると厄介ですので。では、戦闘を続けていきまーす。倒しました。まあめちゃくちゃ強いっていうわけではなかったですね。あとここでレベルアップしてくれれば体力回復するのでありがたい。ピッピー、このバートンはまさか。そう、我が強化バートンをも破りおったが、貴様ミルラス帝人をどうした。あの臆病者ならとっくの昔に始末したわ。我らの理想を理解せずどうしても協力しようとしなかったからな。貴様に理想動向を言う資格はない。連戦か。ちょっといきなり回復に走るしかないな。で、ヤプル星人は一応全力で行きましょう。まあ、ここもね、しっかり、まあ、安定した戦いで死者を出すことなく倒しておきたいですよね。攻撃力は1367。一回攻撃か。これだったら思ったほどの脅威ではないかなと思います。なので、まあ、全力とは言わずに普通の必殺技をちょこちょこ使って削っていきましょう。1か。1しか通らないのか。1しか通らないってなると、シューの攻撃中心に叩き込んでいくしかないですね。本当かな。ちょっともう一回一通り。殺技や通常攻撃入れてみましょう。1052。確かに硬いといえば硬いな。1だもんな。うん、めちゃくちゃ硬い。全体攻撃か。これはちょっと長期戦になりそうですね。倒しましたね。まあ、ここも、3回攻撃入れてきたり、急
9999の回復入れてきたりと、まあ、なかなか強かったですけども、レベリングしていたおかげで大した損害なく倒せてます。先に進みます。ちょっと回復しながらね進んでいきましょう。今度は白っ子がいるな。白っ子との戦闘になりそうですね。その前にアルパージル、ここは回復を入れて、白っ子の戦い、ヒットポイントがね、マックスの状態で戦えるようにしておきたいと思います。よくもここまで来れたものだ。アポロン陛下の言う通り、その力バカにはできんだ。おい、ギリアムはどこだ。ギリアム、ああ、あの男は死んだよ。なんだと。貴様たちを始末できなかったことを恥じてな、自ら命を絶った。バカな、あのギリアムか。これ以上貴様らに好き勝手にされては我らの理想が水の泡とかす。貴様にここで消えてもらう。コール、ジオ。ジオ強いんですよね。まあ、なんとかジオとうまく戦っていきましょう。まず一旦様子見の回復。その他は、まあ、全力攻撃でいきましょうか。ここからはね、もう、そんなにね、弱い敵ではないと思うので、まあ、しっかり戦っていきましょう。いや、セブンの流星キックが強いですね。777テクニカルポイントを使うんですけど、それに見合う破壊力ですね。これでジオも撃破。貴様ら、なぜそこまでして我らの邪魔をする。今の間違った世の中を修正せねばこの星は救われんのだぞ。お前たちのやり方は間違っている。このやり方でこの星を本当に救えるとでも思っているのか。ふっ、どちらの言い分が正しいかは歴史が決めることだ。勝った者が歴史を作る。もっともこの先この星に歴史が残ればの話だかな。てめえ、まだ負け惜しみよ。負け惜しみか。てんてんてん。行け。行ってお前たちのその目と耳で真実を確かめてくるがいい。これで白っ子を撃破ですね。ちょっとこの後またボス戦続く可能性あるので、テクニカルカプセルでテクニカルポイントだけちょっと回復してから先に進みましょう。いや、消耗がやっぱり思ったより激しいですね。このシャドウムーンとも戦いですね。ラプルとシロッコは倒されたが、だが私はそう簡単には倒せん。今までの奴らも同じようなことをほざいていたぜ。ブラックさん、貴様らはこのカイザーグローと遊んでいろ。カイザーグロー、こいつはちょうどいいや。いつぞやの借りを返させてもらうぜ。これ連戦になりそうですね。カイザーグローとシャドウムーンの連戦になると思います。カイザーグロー撃破です。この後連戦になると思うので、回復しながら一気にシャドウムーンも倒しましょう。ここは全力でいきます。回復しながら全力。倒しました。ここも全力でいったので、まあ難なくという感じですね。ただテクニカルポイントの消耗は激しいのでしっかり回復します。まさかこの私が破れるなど、てんてんてん、バカな。では先に進みましょう。回復します。まあテクニカルカプセル飲ませて、どうだろう、このくらいは回復しておいた方が安心かな。
テクニカルカプセルの残量が少なくなってきてますが、テクニカルカプセル2はまだ余裕を持って用意してあるので、このまま進みます。見つけたぜ、アポロン。てめえには言っておきたいことが山ほどあるんだ。そうか、とうとうここまで来たが、どうやら決着をつけねばならんようだな。俺のただ一つの弱点、それがお前たちだった。お前たちの幻影を乗り越えねば、俺のプロジェクトオリンポスは完成しない。行くぞ。いいな。いや、もうこのまま行きましょう。ちょっとアイテムが不足してる感じがするんですが、行きます。では、ボス戦でーす。すべての決着をここでつける。望むところだ。全力でいきましょう。初回なんでいきなりですけど、流星キックでリボルクラッシュ、ハイメガキャノンでブラックホールクラスター、まあ、初回攻撃これいきなり打ち込みましょう。うわ、敵の攻撃早いな。しかも全体攻撃か、早かったですね。先制取られるとはちょっと思わなかったな。では押し切っていきます。9999、さすが流星キック強え。まあ、ただ流星キック乱発というわけにはいかないので、まあ、ここからはね、戦況を見極めながら戦っていきます。倒しましたね。そうか、今わかった。この力、これこそが世界を変える力だったのか。てめえらに殺されたギリアムやたくさんの人たちの恨みを返してやるぜ。そうだな、すべての業は俺が背負うべきなんだろう。ゴホは、そんなギリアム。そうだ、俺だよ。俺がアポロンだったのさ。嘘だ。俺は信じないぞ。お前がギリアムだなんて、ギリアムは死んだんだ。そうだろう。ギリアムは死んだ。確かにな。今ここにいるのはお前たちの知っているギリアムじゃない。なぜだ。なぜこんなこと。俺には予知能力があった。未来を垣間見ることができた。そしてその未来は暗雲に包まれていた。おかしいとは思わないか。モビルスーツ、怪獣、細胞、さらには異星人までも一つの世界に存在している。こんなデタラメな世界が自然に存在するはずがない。何者かがこの世界を人工的に作り上げた。この世界は実験室のフラスコなんだ。そして実験は失敗したんだ。俺は何とかして未来を変えたかった。このままではこのエルピスは破滅への道を突き進むことは目に見えていたんだ。しかし、こんなやり方は間違ってる。と言うんだろう。そんなことは百も承知。しかし、俺にはこの方法しかわからなかった。だが、やはり君たちの方が正しかったようだ。俺は、急ぎすぎたのかもしれん。今、俺には未来が見える。だが、それは昔のように暗黒の未来じゃない。君たちこそがエルピスだ。ゴボ。しっかりしてください、ギリアムさん。無駄だよ。俺はもう助からん。君たちこそ早く逃げろ。この要塞はエクセンガイストのパワーによって異空間に存在していられるんだ。間もなく消え去ってしまう。ギリアム、てめえ、かっこつけるんじゃねえ。生きろ。生きて償うのがお前のやるべきことだろう。相変わらずだな。だが俺も疲れたんだ。これ以上のこの空間を維持するのは不可能だ。早く行け。君たちを巻き添えにはできん。行かないなら俺が飛ばす。そうだ。最後に一つだけ教えてくれ。俺が助けたあのぬいぐるみを探していた女の子、助かったのか。あ、無事だったよ。お前のことが大好きだって。そうか。よか。ギリアム、バカ野郎。ということですね。ではエンディング見ていきましょう。よかったんだよ。そうでなきゃギリアムのやつも浮かばれねえ。ギリアムさん、一人で苦しんでいたんでしょうね。行こう、もう終わったんだ。
B グループの連中はどうしたんでしょう。 B グループがやってきたぞ。ダン、終わったのか。ええ。どうしたんです？浮かない顔をして。C ブックがいなくなってますね。何があったかは知らんが、これでアクシーは事実上滅んだ。少なくとも世界の破滅は免れたわけだと。ですね。僕たちには未来があるんだ。未来か。そうですね。ギリアムさんは急ぎすぎだって言ってました。僕たちは自分たちの歩く速さで進みましょう。自分の足で。その通りだ。俺たちにはまだやることがある。この世界を破滅に導かないようにな。うむ。最後は開始伝のレポート風に終わるんですね。